ライプツヒ商科大学は、ドイツ、ザクセン州ライプツヒに本部を置くドイツの私立大学である。1898年に設置された、ドイツでは最も古いビジネススクールである。アケスビー及びアクイーンにより MBA 教育機関として認定されているリッター通りに1910年設立された当時の校舎。現在では、ライプツヒ大学の校舎の一部となっている。 ジョナリー59にある現在のライプツィヒ商科大学の校舎ユニバーシティキャンパス2015年時点では15ヶ月間のファーストトラックと21ヶ月間のアドバンストトラックの2種類が入学後に選択可能であり両者の違いは卒業にかかる単位数やインターンシップや留学の有無等である授業はすべて英語で行われ90%以上が ドイツ国外からの学生である。博士課程への入学は、修士以上の学位が必要であり、3年間のプログラムである。授業だけでなく、研究学会等への参加も必要である。必要要件を満たした上で、博士論文が承認されれば、博士号が授与される。国際的なネットワークを有し、120以上の大学と提携している。ありがとうございます。